佐々木です。この前ね、Kindle で適当に本読んでたら面白かった本があったんで、これはゲームに生かさねばならんと、多分世界中で僕一人しか抱かない感情が出てきてしまいました。その本がね、最高のコーチは教えない。いや、教えろし。そんな思いを胸に秘めながら読んでいったんですけどね。これはいい本やった。著者は吉井正人さんっていう元プロ野球選手でメジャーでも活躍して、現役引退後は球団でピッチングコーチに就任して現在に至るという方です。ダルビッシュさんや大谷翔平さんの指導経験もある方なんやけど、本当失礼ながらマジで正直言うと、金の方がまた自伝的なノリで武勇伝語って俺通営してんだろうなーって思ってました。いや、マジで失礼すぎるやろ、自分。でもね、違うのよ、これ。少なくとも僕は共感の嵐だった。うわ、確かに、これも血でなくなるわーみたいな。もうこんなのが山盛りポテトフライ。で、なんでこんないいこと書けるんやろなーってなってたんですけど、それもそのはず。この吉井さんはですね、コーチに就任して以来、見よう見まねというか、自身の経験に基づく指導方法にすぐに限界を感じて、一旦現場から離れて、筑波大学大学院でコーチング理論を研究して、修士号を取得した後に、プロ野球選手に実際に指導しながら、紆余曲折を経て指導方法を確立していった人なんですよ。もちろんたくさん失敗もしてきたけど、それも全部隠すことなく書いてる。机上の理論をかざすだけでもなく、自身の経験だけで語るでもない。だからね、めっちゃ響くよね。まあでもね、人に教えることなんか全然興味ないわって人いるかもなんやけど、違うんですよ。よく考えると、実際ほとんどの人が指導する立場に身を置くことになるじゃないですか。それは仕事で後輩にだったり、親として子供にだったり、勉強とか趣味とかでもね。で、この本にはそういう指導する上で超役に立つことを書いている上に、ここめっちゃ重要なんやけど、自分を指導してくれる人がいない人にもすごい参考になるよね。指導側のことが分かれば当然、自分でセルフ指導もまあいけますよねってことでね。はい、というわけで今回話す内容ね、僕はゲーマーに役立つ情報を抜き取って生かすんで、ゲームを教えるときにやってはいけないことと、じゃあどんな教え方をすればいいのか、この2点をお話しします。早速いってみましょう。まずゲームを教えるときにやってはいけないこと3つあります。1つ目、ミスを叱る。これ誰しもそうだと思うんですが、マイナスの結果だけ見てあれこれ言ってくる人めっちゃうざくないですか。おい、お前さっき逆転されてたけど、勝ち確のコンボミスるはないやろ。取れも足りないんじゃね。こんなん10先が始まってしまう。どうやらね、技術的なミスって指摘されても何も生まないっぽい。というかもうマイナスしかない。指摘される側もね、十分わかるじゃないですか。勝ち確落としたもなかったなーとかね。それをわざわざ言葉にされてもね、仕事とかでもめちゃいますよね。自分の怒りを発散がしたいがために周囲の目があるとこで叱る人、自尊心を傷つけるだけやし、っていうか自分の指導方法に問題はなかったのか、このハゲっていう感情も生まれますよね。そうやって溝ができて、コミュニケーションが取れになって負の連鎖に陥っていく。これくっそあるあるです。もちろん叱られた反発で成果を上げていく人もおるにはおるけど、それは少数派やし見極めが難しいよね。じゃあどんな場面で叱るかというと、手を抜いた時。ミスは絶対に叱ったらダメなんやけど、でも本気を出せなかった時だけ叱る。ゲームなら大会に寝坊したりした時とか、対戦適当にこなしたりしてた時は叱るべきタイミングということやね。二つ目にやってはいけないことが、一方的な命令。もうはっきり言って、命令はプレイヤーのモチベを奪います。プレイヤーはみんなコンボ制度が命や、とりあえず1時間コンボ練習、こういうね、自分の経験とか考えでこうあるべきみたいな幻想を押し付けてくる命令ね。やっぱね、人間なんで人それぞれ環境や経験って違いますよね。なのにプレイヤーの感覚を無視して、いいからやれって自分の経験を押し付けることはやっちゃダメ。やらされてるっていう感覚が出てきて、モチベゼロ待ったなし。仕事とかでも、おほー命令だ、来た、やらされ仕事燃えてきた、なんてド M いませんよね。くっそめんどくさいだけよね。だから主体性を持たせることが大事なのよ。理想は、お前どうしたいの？今はヒット確認の練習がしたいです。じゃあそれで行こうぜ。これなんですよ。まあでもね、主体性を持たせた結果、明らかに優先度というか間違ったことをやろうとしてる場合もあると思うよね。そういう場合には修正をするんやけど、それも命令はやっぱりダメで、話し合って納得してもらわないけんのよ。例えば、確かにな、ヒット確認大事やな、でもちょっと考えてみ、さっきの対戦8回飛ばれて全部通ってた、これ対空できたら相当違ってくるよね。相手のターンが全部自分のターン、ハッピーターン。こうやってシドンの理論や裏付けを明確にしてあげるのがすごい大事ね。正しいと思ってても命令はやめて、いいとこあったら褒めてあげたり、プレイヤーの感覚を聞いて主体性を持たせてあげましょう。三つ目のやってはいけないことが、威圧的な態度。これちょっと広い意味で捉えてほしいんですよ。それはもう表情や口調だったりとか、他にも腕組んで偉そうにしたりとか、プレイヤーのミスにがっかりしたりとか、そういうネガティブなやつ全部ね、けなしたりするのは最悪よね。ははお前あの場面の前では頭のネジぶっ飛んでる、ヘルコンドル。こういうのもね、言ってる側は何気なくその場の感情で、その言葉
ーがどんな影響を持つか大した考えも持たずに発言したりするよね。でも言われた側はそうはいかんよ。ネガティブな態度って残念ながらされた方は記憶に焼き付きます。そしてそれは余計なプレッシャーになったりコミュニケーションの壁になっちゃったりするよね。これも仕事あるあるよね。威圧的な上司ってやっぱり信頼し合えなくなっちゃってほうれん草ができなくなったりね、あのハゲマジで10先してとしか思えなくなるよね。だから指導する立場の人は自分の感情をコントロールしてあくまで主体はプレイヤーなんだという意識をしっかり持ってコミュニケーションを図るべき。そのためにね、僕の過去の動画の反応しない練習、こちら非常におすすめの動画になった。というわけでやってはいけないこと3つ目。1つ目ミスを叱る、2つ目一方的な命令、3つ目威圧的な態度でした。これ言われたら当たり前なようで実は誰しもがやってることよね。じゃあ次にどういう指導をするかなんやけど、これも結論はプレイヤーが自ら課題を設定して自身に成長スパイラルを起こすようになる状態、この状態にしてあげるのが指導する側のゴール。あれこれ関与しなくてもプレイヤーが勝手に自分の課題を見つけて勝手に課題をこなしてどんどん成長していくように促すのが指導する側の役目ってことやね。でゲーマーが実際にやることは3つ。1つ目、相手のレベルで指導方法を変える。さっきのゴールで言ったようにプレイヤーが勝手に成長するにはプレイヤー自身が自分の状態を把握して自分の課題を自分で見つけなきゃいけないんですよ。つまりね、指導する側はプレイヤーの疑問や課題の答えを直接言っちゃダメだよね。あくまで考えさせて自分で主体的に課題に取り組んでもらわなきゃいけない。じゃないとモチベー奪っちゃうんよね。なんやけど初級者には答えを言った方がいい、というかしっかり教えてあげるべき。例えばね、僕今日から格ゲーを始めたんですけど全く勝てなくてどんな練習したらいいですか。そうだな、なんで勝てないんだと思う？ちょっとうざいよね。こういうのはあんま良くない。会社でもね、右も左もわからない新人に、君今自分が何すべきかわかるか、ドヤ顔で聞いてもわかるわけないし、気づかせるのも時間かかりますよね。つまりね、基礎は教えてあげなきゃいけない。格ゲーマーにはコンボ練習だとか体育だとかセットプレイ、営業マンには挨拶、マナー、話し方、こういうのは新人さんは指導に対するモチベも高いんでしっかり丁寧に教えてあげましょう。で慣れてきて中級者ね、まあ、人口で言うとここが一番多いのですごく大事なところで、ここにいるプレイヤーには基礎的なことは教えてあげながらモチベ第一の指導をします。後で説明するんでさっといきますが、プライドとか自分のスタイルを確立してたりするんでしっかりコミュニケーションを取ってモチベを下げないような注意が必要やね。最後に上級者、ここにいる人は基本手がかかりません。指導というよりイメージ的には相談役に徹するといった方がいいかもしれん。寄り添いながら信頼関係を維持するみたいな技術的な指導は必要なくて、プレイヤーが間違った方向に向かってもその主張を受け入れながら説得するような指導が必要になります。二つ目のやるべき指導が課題設定の仕方を教える。成長スパイラルを起こしてもらうには言った通り自分で正しい課題を設定できなきゃダメなんですよ。なぜかというと人に設定された課題より自分で決めた課題の方がモチベを保てるし、クリア時の達成感が違うからです。そしてそれは次の課題設定のモチベになるし、自分で決めてクリアしてるから自己効力感や自信も生まれてくるよね。で仮にクリアできなかったとしても原因を特定しやすいんですよ。あれ課題設定見せてたか、練習量、いやーやり方かとかね。自分で設定した以上考えるし、そうやって原因が特定できれば修正もできるようになって新たな課題に立ち向かうモチベになるんよね。そしてこういうことが自分でできないとどうなるかというと指示待ち人間が出来上がる。人から指示があったら成果は出せても勝ち続けられない人やね。だから課題設定の仕方を教えることはめちゃくちゃ重要。じゃあどうやって課題を見つけるかなんやけど、徹底した振り返り、対戦中に自分の状態がどんな時にどんなミスがあったか、これを浅い言葉じゃなく明確に言語化すること、そうするとおのずと課題も見えてきます。例えば相手の飛びを通して負けましたとかじゃなくて、なぜ相手の飛びを通したかなんよ。自分は距離を取って下がろうとしてる時、相手がちゃんと見えてなくて昇竜が出ないずら、こういう感じね。そうすると離れるときは上を見るようにしようとか、そもそも距離取る必要あんのかとか課題も見えてくるじゃないですか。で教える側は答えを言わないようにね、プレイヤーに自分の言葉で語らせることに徹底して意識的にならなきゃダメ。ついついね口を挟んじゃうんやけどね。例えばプレイヤーが対戦の範囲にパナシをガードされたことを挙げてても、あの状況の置き詰めは勝利じゃなくてガンガードすべきだったよねとか、相手を思って言っちゃいがちなんだけど気づかせてあげなきゃいけない。あの状況だったら何をすべきだったとか、どんだけもどかしくてもね。で振り返りの結果間違った課題を設定してしまっている場合、明らかに体育出てないのが問題なのにヒット確認を課題とかにしちゃってる場合ね、こういうのは躊躇なく説得して納得させた上で修正しておけ。そうやって課題設定、振り返り、原因の特定、そしてまた新たな課題設定、このループの習慣を身につけさせるのが課題設定の仕方を教えるということになります。3つ目のやるべき指導が6つ
つの質問。これ結構広いことなんやけど、指導する上で質問は欠かせません。何が好きなのかとか、プレー内容の理由だとか、今どんな状態かとかね。なぜそんな質問をするのかというと、相手の状態を知って信頼関係を構築したり、相手に自己を客観視させたり、思考する能力を育てたいから。あ、でももちろんゲーマーの場合は、指導する人なんてほとんどの人がいないだろうから、セリフでやってね。で、僕らゲーマーが特にすべき質問が、対戦内容における6つの質問。いくよ。1つ目、自己採点で何点だったか。2つ目、良かったところは。3つ目、悪かった、失敗したところは。4つ目、失敗したシーンに戻れたとしたら何をするか。5つ目、それをするために何か準備しておくことはあるか。6つ目、それらを踏まえて次の試合に向けて何をするか。これね、めっちゃいいよね。ちょっと個人的な主観やけど、これしっかり言語化できたら相当成長できそう感やばな。吉井さんもいろんな質問をプロの選手にしてきたみたいなんやけど、長年かけてブラッシュアップした結果、この6つの質問がベストってことになったんやと。なので僕も今格ゲーは休んでおりますが、復帰したらこれは絶対にやっておこうと思っております。ぜひ皆さんもどうぞ。はい、ゲーマーがやるべき指導でした。1つ目、相手のレベルで指導方法を変える。2つ目、課題設定の仕方を教える。3つ目、6つの質問でした。最後に毎回恒例の僕的エンモポイントですが、本書では権藤博さんというかつてドラゴンズでプレーされた伝説の名投手が紹介されています。この方、引退後はコーチや監督もされた方ですね。あのローズからは最高のボスと言われ、あの侍ジャパンでは投手コーチを務めました。で、吉井さんは現役の時、この権藤さんから指導してもらったんやけど、ピッチングに関する指導はほとんどなかったんやって。投手コーチで吉井さん投手なのによ。そんな権藤さんがいつも言ってた言葉が、お前たちはプロだ、能力があってやればできる、どうせやるならかっこよくやろう、こればっかだったらしいよね。常に選手を信頼して任せてくれてたそうです。なぜ権藤さんがこんなスタイルになったかというと、権藤さんがアメリカでコーチの修行をしている時、マイナーリーグで右打ちができないある選手がおったんよ。その選手は来る日も来る日も練習してもどうしても左にしか飛ばずに、現地のアメリカ人のコーチの指示でずっとケージに入って練習してた。で、それを見かねた権藤さんがついね、コツを教えてしまったんよ。そうすると、指示を出してたコーチから、お前はあの選手の成長を止めた、あそこで工夫して自分で覚えないと打てるようになっても意味がないんだって言われたよね。それで権藤さんはハッと、目の前の結果を優先して選手が成長する機会を奪ってしまった自分のやったことに気づくんよ。それ以来選手の主体性をすごく大事にするようになったと。で、ちょっと気になって僕、権藤さんググったんですけど、マジで投手のフォームとか口出ししないらしい。監督時代は自分のことを監督と呼ばせず、権藤さんって呼ばせるように指示して、それに違反したら罰金1000円取ってたんやって。え、なんか、え、もう。そんで僕が一番刺さったんがね、試合中に吉井さんがマウンドでアタックさせてたら、権藤さんこう言ったそうです。バカ野郎、お前はできるんだから、打たれたら俺のせいにすりゃいいんだよ。これ読んで僕も、あーってうなったもんね。少し脱線するけど、スラムダンクの田岡萌一監督、皆さんわかると思いますけど、陵南の監督でね、自分の指導してるチームが負けた時にインタビューを受けて言った言葉が、敗因はこの私。陵南の選手は最高のプレーをした。もうくっそ痺れるよね。いつも信頼して任せてくれて、問題が起きたら自分が責任を取る。こんな人についていきたくないですか？こんな人となら仕事で辛いことでも頑張れませんか？指導する立場にある人は相手をできると信頼すること、そしてその責任を自分に持つこと、こんな心構えを持つことが何より大事なんよね。その結果指導される相手は多くのことを一人でできるようになるし、モチベーションに溢れながら自分でどんどん課題設定して成長していくことができる。だから最高のコーチは教えない。もう。はい。僕、動画にする内容の順番、前もって決めてるんですけど、いい本だったんで割り込ませちゃいました。当然、お伝えしてないことめっちゃあるんで、ぜひ読んでみてください。次回の動画は、格ゲーマーの生きり方について、ちょっと掘り下げようと思ってるんで、ぜひ楽しみにどうぞ。今回は以上です。対戦ありがとうございました。はい、じゃあまたね。